発電する発電方法で海流を利用したもの、波の上下振動を利用したもの、ジャイロ式発電タイプ、人工筋肉により発電するものまで様々なタイプのものがある。ボツ水部の一部が開放された空気室を水中に設置し、ここから入射した波で空気室内の水面が上下し、上部の空気口に設置した空気タービンが往復空気流で回転する。 空気タービンには、往復空気流中で同一方向に回転する、ウェルズタービンが使用される。波の上下動をジャイロにより回転運動に変換する。従来のタービン方式と比較して2倍以上の効率が期待できる。海面下の渦定常波を利用して、設置された振り子を利用して、油圧ポンプを駆動し、それを油圧タービンモーターで回転運動に変換し、 発電機を駆動、発電するもの。この方法は、海面の波が荒くても、安定した波動を得ることが可能である。可動物体型可動物体型波力発電では、タービンを用いずに、波エネルギーを、振り子の運動エネルギーに変換し、油圧モーターを回転させて発電する。 振動水中型振動水中型波力発電は、主に航路用の部位などの電源として利用されている。事実上、唯一の広く実用されている、波力発電技術。この方式では、波のエネルギーを利用して、空気を動かし、この空気でタービンを回して発電する。波力発電の最大の問題はコストである。1987年。 文部科学省の海洋科学技術センターが国際エネルギー機関の共同研究として米国、英国、アイルランド、ノルウェー、スウェーデンの参加を得て不対式波力発電装置、海目の研究開発を行った。この時の発電コストは63.2円、キロワットアワーであり、到底事業性はなかった。その後も太陽光発電や 風力発電が着々と低コスト化を進める中、足踏み状態が続き2017年の英国の研究でも商業化実現は遠いと結論付けられた。ウェーブエネルギーテクノロジー社は5から7円、キロワットアワーとしており、他の再エネや火力発電などにも優位性を持つとされ、2017年に1、10のスケールモデルで実証試験を行ったが、 まだ実用には至っていない。波力発電、アトミカマ -atomica.jaea.go.jp2020 年9月8日閲覧。UK ウェーブエネルギースタートアップス、クラマリング・フォー・ガバメント・マネー、ハブフェールド・ツー・デリバー。テンプレート、サイト・ウェブの呼び出し、エラー、引数アクセスデートは必須です。シェアファイル。テンプレート。 サイトウェブの呼び出し、エラー、引数アクセスデートは必須です。トピックス、ウェーブエネルギーテクノロジー株式会社、www.we-tech.jp2020 年9月8日閲覧。日本初の波力発電所完成、九次校で、一般公開東大研究所が開発。日本経済新聞東北経済面。 http:///niket.com アーティクルやるぞ 08732090U6A021 C1L01000 室蘭工業大学フリコ式波力発電装置の原理室蘭工業大学におけるハローエネルギー利用研究の総括 16421海遊浜本の29 PDF 高出力波力発電システムの基礎資料2016年4月21日海遊フォーラム懇談会浜本強しみ国内初の波力発電所建設三井造船など12年に稼働環境都市 CSR の線メディアエクル2011年5月27日閲覧ありがとうございます